ということで、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。頑張ってください。先生頑張ってください。そちらのですね、壁側に行ってください、はい、で、あの各社カメラのリングがありますので少々お時間をください。どうも、はい、おはようございます。どうぞ、おいしいの、すみません、座ってくださいな。ちょっとお待ちください、すみません、ちょっと待ちください、ちょっと待ちください、すみません。手かぶります、手かぶります。大丈夫ですか？ちょっと待ってください。各社さんよろしいでしょうか？ハトさん、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 お願いします。まもなく出発ということですけども、改めてですね、今回私たちがですね、韓国に行って、そして物量等を視察するということなんですけども、それは韓国側で竹島の利用の拠点になっているのが物量等です。そしていろんな歴史的な由来もありますし、さらにはルクス関東もあります。ですから韓国側が竹島のことをどう捉えているのか、そのことを実際に現地に行って自分たちの目で確かめよう。またそういったですね、韓国側の主張のある展示物等がありますから、こういったものを自分たちの目で見ながら日本国内において自分たちの主張の基礎資料として、こういうことでお邪魔するということで、これは全く受け入れることができません。私たちは観光客と同じように、そして日韓のですね、友好国である韓国に正当な目的で入るわけでございまして、一切あちらでですね、日の丸を振り回したりとか、それから我々のその竹島の領有権の主張運動をするわけではありません。単に現地に行くだけのこと、それについて我々を入国させないということであるならば、それは大きな日本と韓国の友好関係にこの疑念が生じることになりますし、さらにこれは外交的な交渉になるというふうに思います。絶対に受け入れることはできないと思います。各社さんどうぞ。ありませんか？あ、どうぞ。韓国の連合ニュースの記者なんですけど、朝下田球場はすでにその同じ目的で入国しようとしたんですけど拒否されたんですけど、まあその拒否されるのは確実なんですけど、それでもだから友好国である韓国の国民が、まあその今回の訪問はその断って、まあその入国は禁止という意思をはっきりさせているのに、それでも行くんですか？入国禁止措置というのは私たちが出向いていって、そしてこの入国の手続きをするときに発生するものですから、この事前に予告されたからといってですね、行かなければそれはまさに脅かし、恫喝に屈したことになるというふうに思っています。私たちは自分たちの視察が正当なものであると、しかも平和的なものであると思っていますから、粛々と自分たちの計画にのっとってこれから出発する、こういうことです。衆議院の方やですね、私たちはもうすでに7月の20日に成果願いを出しております。ですからそれを処理はですね、自民党がしてくれるというふうに思っておりますから、院内の手続きは私は必ず行われる、このように信じております。また佐藤先生は参議院ですでにもう成果願いが許可を下りておりますので、手続きはもう単なる事務手続きの問題でございますが、それはしっかりとやっていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか？一つ、今回の韓国訪問に対しまして、一つだけ言っておきたいことは、我々は韓国において別に騒乱を起こすとかそういうつもりは全くなくて、お互いの主張の根拠となるこの事実を、あるいは歴史背景を政治的に見たいというだけです。ただ今回残念ながら私のところには韓国政府からどういう目的で行くんですかとインタビューも一つもないんです。まだ全然韓国政府からどう働き手が
あった事実は全くありませんし、でまた私は参議院という院の許可を得ています。院の立法府の方からも行くなという、指示も何にもあります。韓国政府が働きかけをしたと報道されてますけども、働きかけの事実というのは私に対しては、韓国政府からもあるいは、立法府の参議院からも一切ありません。なぜ向こうに行って、仮にですよ、入国が認めないというんであれば、そこで初めてどういう目的で入国をさせないのかということを初めて韓国政府の方からいろいろお伺いしたいし、改めて私の今回の訪問の目的を韓国政府の方に説明をし、理解を求めたいと思います。今までかつて一度たりとも韓国政府から働きかけ私にはありませんし、立法府からも行くなという、中止の要請もあります。よろしいでしょうか。今回は本当に韓国との本当の意味でのですね、私は友好を図りたいと思って、韓国側の主張を客観的に知りたいと思って、います。ですから、ぜひですね、入国を許可いただきたいと思っています。国民が新党の意義に関しては、はい、党としてというよりは個人でということになるんですか。私たちの今回の一行は自民党の領土特命委員会の派遣という形で当初進めてきました。しかし与党側の方でですね、外交的政治的な状況を勘案して党としての派遣は行わない、議員の海外視察として、議員個人の海外視察として行くようにということで、我々は参るということになりました。それは一方的な通告ですから、あくまでも私はこれは党の特命委員会として機関決定をして党部として派遣するということを決められたものですから、中身は党の派遣だと認識しております。よろしいでしょうか。すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張っていってください。頑張っていってください。お願いします。わざわざ応援にありがとうございます。先生、安全祈願で丸めてきます。応援してますよ。頑張ります。国家特有で頑張ってます。頑張ってください。頑張ってください。どうも頑張ってください。どうも頑張ってください。おはようございます。おはようございます。おお、わざわざごめんね、呼びすぎてました。皆さん頑張って。